もうトラブルに発生しそうであればプレーをやめて逃げるとかそうですねはいこんにちはおっさんチャンネルどメゆきしです傍上ですよろしくお願いします,しますさあ久しぶりのポケモン GO の話題ですよそうですねですなん何かニュースがあったんですかいや実は、はい、もう夜ジム遊んでたら、はい、殴られちゃって、うん、へえ っっていう事件があったんでですよえー、マジでうん鼻の骨を折る怪我をされて<ら>で44歳の男性と43歳の男性で結構いい年齢の方々2人がもう <laughs> 本当にこうゲーム内でこの怒りを対処しきれなかったのか本当に手を出してしまったっていうニュースが。 悲しいニュースなんですけども「てめえ金釣り防衛してんじゃねえよ」うん、みたいなそういうことでしょうはいで朝23時ぐらいの出来事だった,た 2> 朝23時はいへえ<ー>よくここまでなんかもう因縁の対決だったんでしょうねとしか言えないんですけどうん,うんちょっとこれはどうなのかなってすごいニュースだねうんこういうのって多いのかなうん実際に暴,暴力になるのは少なかったと思うんですけど でもプレイしているとちょっとそういう感じ感じることあるよね。はい、そうですね、うん、ちょっとこう本当に向きになってタップしてる時の人がいると、うん、私はちょっと離れたくなっちゃいますね、うん、逆に、うん、あんまりこう金釣り防衛したくないというか、うんまあ、やっぱりこういうリアルに危害を加える方が絶対、うん、一定数いるの,、うん、いるので。 俺さ、うん、あの初めて2日ぐらいの時に、うん、あの近くの公園でね、はい、こうジムを落として遊んでたら<ー>僕はあの「おっさんチャンネル01」っていうアカウントなんだけど、えー、あのおばさんがカメラ持ってこうやってこう友、えー、吉を撮って撮ってて「えっ何すか?」って言ったら「お前おっさんだろ」って言われて、まあ、お,っさんおっさんですねそうそうまあおっさんだろうっていうのはまあ2つ意味があってゆ、うん、あの オールピーポーっていう意味と、おっさんチャンネルの所有者って多分意味だと思うんだよね。<laughs> ちょっと二つ二重の意味を。そうそうそう。で、おっさんつまりジムを落としてるやつだろうって多分意味で言われて。う,ん,う,ん,、うん、うん。いや、ドキッとしませんかそれ。うん。なんかね、ええって思って、これ初めて二日の出来事だからね。 それちょっとよく、ね、3ヶ月も続けられま,した、ね、まあ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 傍ー,ーとかね「ポケモンジャーニー」とか楽しみもあったからやってたんだけどだからそこの公演はもう怖くて、うん、行きそうですよねやっぱこう、うん、なんか優しくない声かけとかそういう威圧的な行動っていうのは、うんうん、やっぱプライバシーの侵害でもあるしもう傷害事件になってますし、うん、あとストーカーとか迷惑行為でもありますので。うんうん やっぱりこううんやっぱこういうふうになんかやっぱりそのコミュニティっていうものが人と人の関わりっていうものがやっぱりものすごくゲーム的にデザインされてるじゃないですか、うん、だからこう全然関わりのない人がゲームの AR 空間の中でそのお互いの存在を認識し合うっていう。 設計がされてるからこういうトラブルに発生することってすごくあると思うんですよねだからもうトラブルに発生しそうであればプレーをやめて逃げるとかあとはそこで、まあ、できるだけ向きにならないとかね、うん、そういう動きが必要なんじゃないかなそうですねあとはまあ2人でこう、まあ、できれば同意の上で、うん、まあこの時間帯は。うん 避けましょうねっていう話もできればいいんですけどそこまでならないと思いますし、うん、1>, まあ1年に1回の奥の手そのチーム変更というのも可能なんですけど、うん、まあそれも自分その本人からしたら色を変えることはプライドもあって変えたくないでしょうしちょっと残念な結果になって。うんうん だからそ結局、みんながそこでいがみ合えばいがみ合うほどそれが制度的にさ、禁止ポケモン GO は制度的に禁止みたいになっちゃうかもしれないしんど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 んん楽しい空間が奪われていくんでそこはこうみんなで考えた方がいいですよね。そうですねんあんまりこうストレスのならない程度でこう自分もみんなでこうやりたいところですねポケモン GO って本当に難しいところにいてあの一切ゲームじゃないですか。 実際ゲームなんだけれどもあれって公共空間と同じような役割を果たしてて実際そのコンビニに他の人とたまたま居合わせたみたいなそういう感覚でいた方がいいと思うんですよね。ね自分のね二度キングを何度も何度も倒されるからって言ってそこのところでそん話しかけていいわけじゃないし関わり合いのなあっていいわけじゃないしだからそこはねすごく切り分けた方がいいと思うんですよね。 そうですねいつも置いてるジムなんかも自分の所有物に見えてくる時もあると思うんですけど、うん、やっぱそれで誰か来たから砦を守れみたいな感じにゲームとしてね楽しむ分にはいいんですけどねそれが本当にこう無機になってきちゃうと、うん、それはポケモン GO 自体の不利益につながっちゃうのでそうですね、うん、なんか規制されちゃったりとか、うん、なんかこういう そのこういうゲーム内で、うん、リアルの戦いに発展するものだったらもう、うん、もうやるなとかもうさらにさらにこう,う、ね、お子さんたちにもあこれやっちゃダメなゲームだなってなっちゃいますね。うん、そうですよね。うん、なんかあのポケモンゴーに我々ポケモンジャーニーって言って子供とかも連れて、うん、みんなでポケモンに行こうっていう企画をよくやってるんですけど、はい、そうすると。 ポケモンの場に子供連れてくんじゃねえよみたいな空気感感じることありますんまそういう街もありますねやっぱりそうなれ <laughs> 街として慣れてないんだと思そのやっぱりの黙々とこう結構、うん、なんかあんまり喋らずプレーする方と、うん、まあ,あとはワイワイやってる街もあれば、うん、そうですよね結構大きな公園なんかそういう点でおすすめですねだからこううまくみんなその子供ももやるもんだしみんながやっぱりこうちゃんとやっていくっていうことを 認め合わないと楽しい空間じゃなくなっちゃうんでね。そうですね。うん、本当に何かそこは考えるべきだと思う。うん、どうなんだろうね。どうしたら殴られずに済むのかね。ポケモンゴーやってて、うん、だってユウクチがさ、そのポケペチパチパチやっててさ、急におっさんに殴られる可能性があるわけでしょう,う、ね。そ四十四歳の。うん。怖いよね。怖いですよ。やっぱこうまあせジムを攻めてる側としては、うん、本当に。 プレイをしてないよううに振る舞う、うん、例えばもうちょっとこう服の裾とかで隠しながらちょっと携帯を下にしてるの <laughs> もまあそのあからさまにやっぱこういう連打方法だと私はジムを落としに来たっていう,こうメッセージがつ、うん、メッセージ性が強いんで確かに逆にこうちょっとこううん隠れてやるのかでもなんか隠れて違う感じで スマホ使ってるよみたいな感じでやってる人ってモロバレだけするけどねわか,かるよ全然だってそこにいる理由がないしなそうですね、うん、チームがあるからねうんでねそうなるとやっぱ相手の行動パターンを探ってこの時間帯は忙しいからこの時間狙うと、うんうん 難しいと思うけどそれはもうそこまでなると本当ら意地と意地の戦いだから意地がね出てるような人がもしゲーム内でも見られたらすっと引いた方がいいと思う私はそうしてます僕もそうしてますすぐ引きますだからもう金釣り防衛されたらもうすぐとりあえず諦めてあここはちょっとやめとこうありますよね すごくね、そこで、なんか問題があっちゃうとね、不利益なんでね。そうですね気をつけていただきたいと思います。はい。じゃ、大丈夫ですか。はい。というわけで、おっさんチャンネルでした。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、また、お会いいたしましょう。